北白川の宮、北白川宮は、明治の初期に、伏見の宮法家新郎の、第十三王子、友成新郎が創設した宮家。友成新郎が、兄宮加減新郎から継承した、正護院宮、使用子院の宮を改称したもの。仙台加減新郎は、1821年、文政四年に誕生。1831年、天保二年に出家し、 勝人法親王神皇を名乗った。同年、皇格天皇の勇士となり、1832年、天保三年に神皇宣言。1868年、慶応四年、明治元年に原属し正和院宮を名乗るが、同年に皇居。正和院宮は、弟宮で、元は、同じ正五院が預かりとなっていた、友成神皇が継承した。 初代友成親王は、1856年、安政3年に誕生。慶応2年に、親王宣言。昭五院に入る。出家神に入道親王と称した。明治維新によって原則、寺下が院宮と名乗ったが、その後、兄宮加減親王から、昭五院宮を譲られる。その後、北白川宮に改称した。1872年、明治5年。 17歳で皇居、兄の義久親王を皇子とするよう遺言した。二代、義久親王は、伏見の宮宝家親王の第九王子で、加減親王の弟宮、友成親王の兄宮にあたる。1848年、皇家四年に誕生。1858年、安政五年に、仁皇天皇の勇士として11歳で、親王宣言。 上野の林王寺に入寺特度し、高原入道親王と名乗る。母親戦争の時、幕府側に着く。将棋隊に担がれて、上野戦争に巻き込まれ、その後大紛れ藩同盟に擁立され、仙台に赴いた、東部皇帝として即位たとする、説あり。維新後、撤居、伏見宮や預かりとなる。1869年、明治2年に許されて、伏見宮に復帰する。 1870年、明治3年に、ドイツに留学。1872年、明治5年に、北白川宮を相続し、1877年、明治10年に帰国した。帰国後は陸軍に勤務。陸軍中将にまで進む。日清戦争では、この石団長として出征。戦後、台湾守備の命令を受け、台湾政党軍の指揮に当たったが、 1895年、明治28年、現地で占病死した。三代成久王は、吉久親王の第三王子。1887年、明治20年に誕生。1895年、明治28年、父宮の皇居により、三宅を相続。1909年、明治42年に、明治天皇の第七王女、周宮房子内親王と結婚した。 陸軍士官学校、陸軍大学校を卒業。陸軍砲兵大佐となる。しかし、1923年、大正12年、パリ郊外で自動車事故のため37歳で皇居。同乗していた、誹謗しない新能と、朝香宮鳩彦をも重傷を負った。四大 A 久王は、聖久差王の第一王子。1910年、明治43年誕生。 1923年、清久氏王皇居により、三宅を相続した。陸軍士官学校、陸軍大学校を卒業し、父宮の医志を奉兵畑を歩み、陸軍奉兵少佐となる。1935年、昭和10年、尾張徳川家の流れを組む男爵、徳川義女、義組の娘、幸子と結婚。1940年、昭和15年、 日課事変に出生、猛協方面で演習中、軍用機の藤木事故により戦死。31歳だった。秘書子は、東京女子高等師範学校、後のお茶の水女子大学を卒業。A 久王との間に、道久王と慶古女王を設ける。1969年、昭和44年女官長に就任し、1989年の平成改元後は、 皇太号救助官長として、皇太号、良子、皇順皇后に長く使えた。兄の徳川義弘は、自重長。時系、津軽義隆は、日立宮日花子の父にあたる。翔子の弟義教の親友だった、三島幸夫は17歳の頃、翔子に片思いしていた経験に基づいて、短編小説、玉国春を書き、 婦人会雑誌168号に発表したことがある。証拠はまた、三島晩年の長編小説、春の雪、北上の海第一部でも、白尺令状領、倉里子のモデルとなった。五代、道久王は、A 級王の第一王子。1937年、昭和12年に、誕生。1947年、昭和22年 GHQ の指令により10月14日。 功績離脱し、北、白川道久を名乗る。学習院大学卒業後、島津忠師匠の娘、慶子と結婚。三条設ける。全神宮大宮寺。2005年、平成17年11月15日、範宮清子内親王、現、黒田清子の結婚式において、祭取を務めた。吉久親王、聖久を、 a q 王と三代続けて不幸が続いたことから、北白川の三宅は、悲劇の三宅と言われた。しかし、一方で、戦後の混乱の中、堅実に家柄を守り抜いた。また、道久王の妹にあたる慶古女王は、秋人親王、当時の道久王の長女も、皇太子徳人新王の非候補に、名が上がった。2018年10月20日、死去。 北白川の宮邸は、明治十七年に女イアコンドルの設計で、本格的な洋館として建てられた。洋館は二百八十七坪のフレンチゴシックの、レンガ作り二階建てで、和館に関しては、記録がない。洋館は、大正十三年に、朝鮮王朝の利用家に貸しされ、昭和五年1930に、 国内小匠寮の設計で、イギリス16世紀のチューダーゴシック様式の邸宅となり、戦後西部グループ創始者の堤つみやすじろうが購入し、赤坂プリンスホテル、現、ザプリンスギャラリー、東京清井町の別館となった。同ホテル営業終了後は、結婚式場、赤坂プリンスクラシックハウスとして利用されている。明治45年には、 北白川宮重久の成功に祝いとして、港区高輪に、区内省匠を牧師、高座部老設計で、新しい邸宅が建設された。700坪の御所風の和館と200坪のレンガ造り2階建て洋館からなり、戦前までの皇族和風邸宅の中では、最大規模であり、最良の質を誇った。同邸宅も、戦後、堤が購入し、新高輪プリンスホテル、 現、グランドプリンスホテル新高輪が建てられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。